それオープニングムービーにする？したか仕方が分かんないけどね。あ、トレーラー作るときはあれ必須だよね。どこいる？どこいる？あっちかな。うおお前ブリンク一回やぞ。ブリンク一回やぞ。なめんなよ。あ、いた。はい、4.2 です。いたいたいた。ありがとうございます。お楽しみ、お楽しみをつけるダース。斬新やろ。逃げ切れると思うのよ。お楽しみをつけるナースなかなかいないぞ。はい、何このナース、バグってない？ステインを隠すナース。ステインを隠すナース。え、回してる音聞こえたけど俺。嘘でしょ。はい、無理よ、無理よ。ありがとうございます、ありがとうございます。トホナースにやられるのは悔しかろう。トホナースは辛いぞお前。完成させるんかい。いるな、いるな。はい、ナイス、ありがとうございます。斬新でしょ。これにはエンティティもにっこりね。飛べないナースがただのナースと思わないでほしい。みんな飛べないナースも立派なキラーだから。本当にもうくれられる豚みたいな表現をやめようマジで。飛べないナースもいるのよ世の中。はい、こっちから救助に来ねえのか。もう俺ここで待つしかねえからな。どうしようかな。はいはいはい、いるね、あそこフェミいるね。はい、あ気持ちいいの。長見、ありがとうございます。はい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 、はい、こんちは。あ、寝不足さんこんばんは。え、前素通りしたよ。え、嘘でしょ。今何ラグってたの、今ラグってたの、ラグってた今。え、何俺、俺新キロだろ今。目の前ミカエラが通ったのは新キロなんだよ。新しいな。しゃい、舐めんなよ。舐めてるやつはいないと思うけど。よし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 、よしよしよし、こんばんは寝不足さん。はい、よし、そこの発電機ミカエラが回してんじゃない。回ってるよね結構。いる？誰もいないね。うん、地雷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 、待て待て待て、向こう向こう、今歩いてる、ちゃんと歩いてる。ふわ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 、俺これ声真似しないといけないのかな。いたね今。はい、どこ行った、どこ行った、小屋逃げたか。え、小屋に逃げてない。あ、向こうに逃げたのね。はいはいはい、なんか向こうシャカシャカ動いてんだよね。あ、いたいたいた。あっごめんな。ああ、臨床長引き請求。ああ、臨床で、そんなもう意識しては、意識はしてないですけど、ちょっと待ってくださいよ。なんか臨床すると結構あるんですよ、定番で。ありがとうございます、ありがとうございます。これクロちゃんどうすんの。俺切るよ、俺遠慮なく切るよ、キロちゃん。あ、いた、クロちゃんいた。俺お楽しみとか関係ないよ、大丈夫。こっち、この発電機結構回ってたよね。いるね誰か、いた、よっしゃー、いたね、よしよし。でここに救助に来るやつはマジ許さんぞ。なんだなんだあんだ、ケバブはしないぞ、紳士協定だから。ケバブはしないが、マジでここは通さんぞ。
鉄壁のガードで行くぞ。いるな。声聞こえたな今。あ、いたいた、クロちゃんいた。よし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 、ミカエラ置いたいけどほっといて、マグミありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ダメんだよ、男出すダメじゃねえぞ。いるな、いるな。はい、これは無事になったな、クロちゃん無事になったな。いないか。はい、行った。よし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 、で行くふりしてこう戻って、よっしゃ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 、はい、ありがとうございます。パレットスター、パレットスターしません私は。よし、オッケー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 、よしよし。もうこの発電機は絶対渡さんぞ、他の発電機バーサルよく関係ねえぞ。ナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。あっちいるんじゃね、なんか呼び声聞こえたら、あ、いるだ、ミカエラさんいるだ。ういうい、ありがとうございます、ラストでございます。ありがとう、トホナースでしのいでいく。こんな俺でもナースで戦えるんだね、初めて知ったわ。うう、クロちゃんだけ切らなければ今。井上はじめ、うん、マダミの残虐性、ありがとうございます、残虐性を兼ね備えております。うん、ここ発電機2台しかないでしょ、向こう回されたら厄介じゃない、向こういるのかね、ちょっと軽く見に行くか。そっち回ってる、回してるね。行き過ぎた、行き過ぎた。クロちゃんかこれ、このこれはクロちゃんか、クロちゃんだね。まあいいや、クロちゃんやっつけるか、まあ最後の楽しみ減るけど、ちゃんとそこは分け隔てなくね。ありがとうございます、舐めないでいただきたい、舐めないでいただきたい、この私を舐めないでいただきたい。ありがとうございます、ありがとうございます、同じ方向に逃げてくださってありがとうございます。甘いパピコさん、こんちゃ、ええ、これ窓か。俺今サバイバーがガードしてるかと思った、迅速効果ついた。あっちいる、クロちゃんじゃない、しかもこっちか、いた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 、結構回ってるねこれ。いたね、いたね、ペンミンいたね、はい、いたね。え、嘘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 、そこいたないよ、フェンミン。え、嘘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 、フェンミンに、フェンミンに、もう一回旋回しろ、後ろ曲がって。よし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、これにはエンティティも苦笑い。こうだよね。こっち、エンティティ苦笑いしたから、大丈夫かな、って。逃げてる。よし、よし、よし、よし。ん？ここいるよね。ここ足跡あったよね今、気のせい、うん、ここ回してる、ここ回ってないね、じゃあここか。ここら辺見てみるか、うめき声聞こえたんだけどな、諦めたかなここの2台、さすがに普通は諦めるよな。どっかにいるかな、声聞こえないね、落ち戻ってる。まあ、あそこ2台回されたらおしまいなのがまた辛い。ここ回してる？クロちゃん回してるかな？クロちゃん回してる？回してない誰も。嘘でしょ？ここいないの？いないか？いた。どこ？あ、クロちゃんか。もうクロちゃんほっとくか。いや、待て待て待て。クロちゃんやっつけるか。考え方変わったわ、クロちゃんやっつけるわ。あ、待って、遠回りしちゃった。いたいたいた、クロちゃん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 いた、倒してそこ。しゃい、
はい。どこ？どこ行ったクロちゃん？しゃい！しょ、オッケー。最後のおとなしみだいぶ減ったけど、ここでおとなしくしとけ。よしよし。ね、向こうに速攻で行く。うん。足音聞こえた。よし、来た。あ、くそ。まあいいや、クロちゃんやっつけるか。とりあえずクロちゃんやっつけよう。あっち行ったか。めっちゃガンガンしてる。あいつそういうサバなの？そういう煽りサバなの？うわ、最悪やこいつ。もうこいつほっとこう。ちょ、相手にしたくで。あ、やっぱりガンガンやってる。マナー違反だわ。いた。いやー、困りますね。板ある？そこ板ないでしょ、クロちゃん。はいや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 もっと端っこ行くか。端っこあった。端っこのフック、もうこんな遠い端っこのフックがいいよね。もうここまで歩かせる。甘いパチコさん、私大好き。何の宣言だよ。お前こっちの返事聞いてから言えよ。ありがとうございます。なんだんだよパピコ。もう会話が脈絡なくて怖いんだけど。パピコグイグイで押してくるな。はい、残念ですね。はい、残念でございます。この人煽ってた人だよね。煽りダメ絶対。本当にゲーム人口減っちゃうからね、煽りすると。甘いパチコさん、うん、今またおカレー食べてる。あ、なるほどね。まあカレーは大体全般的に好きですね。よし。あ、いない、いない。ロッカー入ってる。いない。カレー全般好きですよ。カレー作ってくれる女子大好きでございます。いたの？いたの今。はい、ありがとうございます。あ、飛んだよ。どこ行った？マトンカレーってどんなカレーだっけ。とりあえず俺嫌いなカレーってないはずなんだよね。カレーでまやかしあるの忘れてたわ。カルピスソーダ好きです。あー好きですね。カルピスソーダも好きです。なんで急にカルピスソーダな。これ井上さんが今飲んでるから、そういうこと。我今飲んでるから。おい、このナース最強なんじゃない。これ言い過ぎかな。うん、あ、両思いですね。仲良くしていきましょう。もうこれ実質勝ちですよ。この私めがまさかのまさかの勝利。またギリギリで治療してんのかな。はい、出なさい出なさい。はいやはいや。なるほどね。俺これレモンド飲んでますね。甘いパチコさん、女子の配信でカルピスとか言ったら、俺にはエンティティもにっこり。コンビニで売ってるカルピスが好きですって、もう返事するしかないよね、真顔で。対戦ありがとうございました。リンダイルの酒場、グレンベールの墓、よろしくお願いします。あ、そうそう、俺もツイッター見た。すごいアドさんないっすよ。俺ももっと早めに言えばよかったけどね。ほんとアドさんないっすよ。俺もちょっと心配してたもん。あっ、ちょ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 。あれ回しに来ないの。あ、来てるじゃん。来てるよ。野良の人、もう下降りるしかないよね。よし、オッケー。大丈夫、全然大丈夫。こんなの怪我のうち入んないから。来とるの。雷じゃない、電磁波打たないね。食らった。最高のタイミングで食らった。ちょっと危ね。これ大丈夫かな、開けないよね、いきなり。下降りすぎて一旦、あ、落ちるまでがデフォ。くぅ、これだからバックはやめらんで。くぅ。ふわふわふわ。
これだから、これだから、ちょっと置いたまさせていただきます。ちょっとさすがにこれは危ないんで、さすがにこれは危ないんで。来とる？来てないよね。先回り。嘘でしょ。なんでそんなすぐ開けんの。ちょ一回通り過ぎろよお前。ここチーム心の準備があるやろ。だよ。あいやチェイス持ったと考えよう。クロちゃんなんで中入った。クロちゃん中入っちゃったら、あれなかなか出てこないぞ、あの入り方は。あ、やっぱ出てこないな、クロちゃん。あれしばらく出てこんな、クロちゃん。あ、出てきた。ちょ、来とる。やばい、ありがとう、大丈夫、俺ストライクあるから。ナイスガード、こっち来ないよな。ちょっと一旦距離取ろう。あっち行ったね、全然違うとこ行ったわ。一旦ここでちょっと正気を取り戻すか。あ、チェイスしとるね。オッケー、あの発電機回してたのね。オッケー、めちゃ叩いてるの思い出したらちょっと怖くなってきた。めちゃ叩いてる。確かにそうだね。え、そうでしょ。スキチェミスった。ちょ、マジダメだって、マジで。これ。もう絶対放電するもん、あれフック吊るした後。なんで回復してんだよ、だったら。あ、しないね。意外としないね。マップの中央ですんのかな。もうダメよ、回復が全然できない。これみんなフラン焚いてんだよね、そういえば。あ、放電バッグは食らわなかった。しょっけ、やっと発電機ろくに触ってね、1台しか回ってない。もうろくに触る暇がないんだけど。何これ。うん、シャクカチ当たった。シャクカチが、おこれこれウルレアのやつじゃない。ちょ、医療キット余ってるから、半端に余ってるから使うわ。医療キット使わせて。よし、オッケー。それが優先なのね。君の優先事項はそれで。分かった。ちょっと待って。よし、こっち回すか。ナイス。諦めてない。仲間のみんなは諦めてない。ちょっとこっち回して。どうせ放電でしょ？この後放電爆破だよね。放電爆破でしょ？放電爆破しない？しない？井上はじめさん、正気かどうか自分で分かんなくなるの怖いもんね。わかるよ。わかる。いや、見た正気やろ。放電爆破食らわなかった。で、ここから発電機どうせキックでしょ。その間に俺がその隙をついて救助入る。で、あの発電機を減らさないように俺がこうやって見て、こんな壁にこすりつけながら。こうやって、よし、オッケー。もう完璧プレイよ。見た今のコーナーリング、どこ。あっちかね。じゃんじゃん、純米せんべい。なんだ純米せんべい。あ、地下か。ちょっと気軽に助けに行けねえな。まあ、いっか、見殺しにするか。見殺しダメかな。あ、何こんな効果があんの。やるやん。こっち来る、こっち来る、そっちから来る、どっちから来る。好きな方から。あ、あそこ入ったね今。何、あそこの中に何かあんの。ナガミありがとうございます。5000円ありがとうございます。今救助入ったよね。で、一旦この発電機蹴りたいんじゃない。そんなことない。来てるね。開けてるね、やっぱり。開けるなよ。よし、OKOKOK。くぅ、放電だ、また。残念だったな。
よし、井上はじめさん、うん、作戦通り。そう、もう全て想定通りよ。もうこんな作戦通りうまくいくことないわ。全てが作戦通り。やつは手のひらの上よ。手のひらコロコロ。もう回してる回してる。ナイスナイスナイス。よし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 、もう完璧完璧。クロちゃんどっか端っこ、マップの端っこの発電機回してくれてるかな。そうしてくれてるとありがたいけど、クロちゃん大丈夫かな。クロちゃんもう煮釣りだしな。あ、倒れた。どこで倒れた。あ、もうかすがれてる。ちょっとわからないな。どうす、どこ行った。あっちか。放電爆破には遠いの。で、爆発させちゃったら、ちょっとごめんな、ごめんな、そこだけはごめんな。あれか、クロちゃんあっち回してんのか。あー来るな、これ放電だな。放電で手を離させるつもりだな。放電、放電で手を離させる。うまいこと考えるの。あ、行った。引っ張るか、外野まで引っ張るか。外野まで引っ張るしかねえからだこれ。来てる後ろ、来てるね。よし、オッケー。よしよし。嘘でしょ、嘘でしょ。何これ、ちょっと何これ今。あ、くそ、無理やろ。ワイヤーもうあと1台か。まだあと1台か。悔しいな。地下が台だけマシだよ。地下が台だけマシだよね。いやー、大丈夫大丈夫、いけるいける、俺ならいける。うん、うん、自分の配信で長見さんのことを書くことは、パピコと勧める会してました。何、パピコと褒める会。なんだよパピコと褒める会って。ご声援ありがとうございます。うん、褒めてくれるのかな。俺のプレイを褒めてくれるのかな。俺漢字読み間違いしてる。俺のプレイを褒めてくれるのか。ちょ待って、なんか心音がでかい。気のせいか、気のせいか。一旦強気度下げるか。まあ後ろからは来ないよね、さすがに。あ、チェイスしてるね。あ、ありがとうございます。そんな褒めるとこあんの。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。甘いパピコさん、うん、眉間にシワ寄せながらしぶしぶ褒めてました。嘘つけ、本心やって言ってくれよそれは。ちょ来るぞ来るぞ、あの電気マスターが来るぞ。嘘でしょ。パピコさん、電気マスターが来るぞ。ちょマジやばい、マジやばい、そこロッカーないから。ちょっとこっちも未来がない、この逃げ方は。あ、あいつ、あいつどこ行く。あ、チェイスしてる、チェイスしてる。こっち、初見だけど、うん、なぜか馴染む配信。電気発力アクション。なんだよお前、言わせたいだけだろ。電話よ電話。どうしようもねえな。初見ですけど、なぜか体に馴染む配信、いいじゃないですか。大体好き嫌い分かれますけどね、初見で。うちの配信言うてあれですけど、言ってあれですけど、ちょっと静かな時もありますけどね。行くか、とりあえずゲート開けて。ノラの人多分もう分かってると思うけど、ゲート開けてからね。うん、キッス。俺が開けていいの。まあまあ俺が煮釣りだからか。優しいの、優しいの。行くぞ行くぞ。あの人が耐久入っても大丈夫よ基本。開けてから、開けてからね。野良の人いい感じでポジション取りしといてね。頼むよ、行くぞ行くぞ。よし、オッケーオッケー、開ける。よし、オッケー、行こう行こう。もうドクターの救助はね、一人じゃ無理よ。よし、もう耐久入っちゃいそうだね。あれ、あ、行ける、行ける、行った行った。こっち来い、こっち来い、こっち来い。オッケー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 。よしよし、どこどこどこ、いたいたいた。よしよし、殴られた殴られた殴られたやつの肉壁しないといけないような気がする。どこ行った、いた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 、はい、いけ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 、まっすぐ。もうあいつは知らん、もう一人脱線したやついるけど知らん、あいつは知らん。いける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 、もうダメダメダメ。ディーフェス、ディーフェス、しー、やばいやばいやばい。あ、ちょっと待って、あ、待って、出ちゃった。そんなギリギリ立つから、ちょっと、あ、じゃあ。いやー、出ちゃったわ。
こういう時ってありますよね。まあ、それでも結構前処した方だと思う。いけばないよね。オートヘイブンレッカーズ、よろしくお願いいたします。しか。レッジドショップね。みんな気をつけてね。みんな気をつけて。うん。エンジェルさん、猿の鳴き声できるかな？猿の鳴き声いいよ。面白いよ。アドさん、今日浜田さんがおとなしめですかね。あ、おとなしめですね。もうね。バブミのある赤ちゃんさん、うん、パツコ様、皆様もこんばんはです。こんばんはです。サタンさん、うん、今日ウマちゃんに猿の鳴き声習ってきたよ。あ、習ってきたの？ハハハハ。なに？これがジジイコングの声？ジジイコング。なんか長見ランダムの中にグミザルっていう配信者の方がいて、その人がサル歓喜っていうチャンネルポイントが面白くて、それで長見ちょうだいって言ったんですよ。めめさん、教育失敗、うん、教育失敗、教育できてるみたいよ。めめさんって言ってるよ。うまくいったんじゃない。これなんだろう、デススリかな。だけど罰っぽいような感じするけどね。割と普通に進めてるね。てん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 、うん、あ、大成功でございますよ、めめさん、めめんとさん、うん、サタンさん、うん、最初発注をおにしながら1回で、その後息吸いながら4だって、リッチャーマンさん、あ、そうだね、日々増えていく長見チルドレン、長見チルドレン、あ、リッターマンさんこんばんは、うん、めめさん、めめさんさんってさんが付くのが気になって憂いが済む。あ、さんはね、絶対付くようになってる。棒読みちゃんが勝手にさんつける名前の後ろに。サタンさん、うん、リッチャーマンズさん、うん、ほんじゃほんじゃ、ほほはははほほはは。俺これしかできないけどね、グミザルはね平気でどんどん伸ばしていくのよ。そのサル関係の向こう側に行くのよ。なかなか真似できないあれは。よし、ちょっと救助早いかな、早いかな、早いかな。救助5000円ありがとうございます。5000円ありがとうございます。え、戻ってこないよね。あ、知ってる。そう、猿うまい。グミザルさんかな。俺、あ、あ、これ、え、治療する？治療すんの？ホワイト。あ、よしよしよし。メメさん、ホエサルならできるんじゃないですか？ホエサル？ホエサルなんだろう。あ、俺そういえばグミザルに送ったディスコのあの音声メッセージのやつ。ね。ジャングルの王を目指してる。グミザルがね、やってくれるのね、すごい期待してるね。俺猿声があるんですよ。でこれ、ま、できれば真似してほしいっつって送ったんですけど、ま、到底人間が出せる声じゃないんですけど、グミザルエッセンスでうまく消化してくれないかなって。うんうん。バグミのある赤ちゃんさん、うん、バグミのある赤ちゃんさん、部屋を込めてどうぞ。梅さん、いつもありがとうございます。名前を変えても元の名前を忘れません。そう、この歌のように情熱を持って気持ちも込めて歌わせていただきます。ホットリミット、妖精夏が胸を刺激する、生足魅惑のマーメイド、出すとこ出してたわわになったら、本物の恋はやれそうか。ありがとうございます。あ、本当に感じました。大丈夫よ、うん。サタンさん、これ貼られてました。これ貼られてた、なんだろう、見てみよう、見てみよう。ちょっと忘れそうな気がするんだけどね。ちょ、あ、あ、言ってるね。ナイチじゃない？これ結構スムーズに出るんじゃない？こんなふざけながら結構普通に出れるからね。うん。ワンクリックで消せる。ゲットリケテス。来るかな、こっち。来ないか。来るか。うん。ナイスサイユアラル。ナイスでございます。これ救助、救助行った方がいいのかな。もう この人ここいるから、ね、俺が行くか。うん、うん、あ、ありがとうございます。バブバブ、撃てよ。あ、ちょ待て、お前撃つの早い、撃つの早いって、撃つの早かった。あ、くそ。さあ、長見、ありがとうございます。ありがとうございます。ユージこんばんは。はい、やはい、やありがとうございます。ナガミー、あたし悪いタックじゃないよ。はい、やはい、や
み。あのさ、本日1回目の中古弁。おお、あたさすごい体。ごめん。ねねさん、パピちゃん大丈夫よ。僕ピカチュウ、僕ピカチュウ、僕ピカチュウ。もう風化の良さは、風化の配信を見ていただかないとわからないですよ。その心の清らかさ。心の清らかさ。お前は風化の何を知ってるんだって言われそうな気はしますけど。エンジェルさんよ。お、ユージ。持ち帰れ。お疲れ。うんうん。うんうん。あ、サタンさん、するのやめな。お前、疑似でもいいから彼氏面させろよ。うぅうぅくぅくぅくぅアドさん、サタンそれな。うん。うん。エンジェルさん、うん、朝方アドさんの配信を邪魔したら、うん、僕の配信ではエンジェルコメント大丈夫ですよって言われました。ウェイ。ウェイ。だよだよ。実は自分ネタ振りしてそれずっと聞いてたんですよね、風花ちゃん。俺言わしたよ。あださんも優しい方ですからね。すごい。本当配信者の方優しい方が多いんですよね。うん。エンジェルさん、聞いてたんかいわらわら、うん。ちょっといないふりで何もコメントしてなかった。営業、お前ビジネスエンジェルって言い方やめろよ。やめろよ。ああ。なんだよ、いいだろ。ああ、ルーラー、ウェイス。お疲れ。ルーラー、こんばんは。昨日、ね。ルーラさん、優しい東京。キャッ。優しい東京。お前、ガチや。風花のエンジェルはガチやぞ。風花エンジェルは。おつまい。来いよ、撃てよ。撃てよ。撃てよ。当たらない。ありがとうございます。歌わせていただきます。この無法地帯、きっと逃げてみせます。This is song for the broken hearted。センチがないの。危ない危ない危ない。こんなのに引っかかると思うだよ、お前。よし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 。オッケーオッケーオッケー。一人傷直してるな。しし今だ。ほっとしたいとき、このスープいかがですかね。キツネ、タヌキ、天ぷら、月見、当たらない。すいませんね。待って待って、これ待って。あぶら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 。後ろ振り返るなよな、あいつ。あぶらぶらぶら。当たらないよ、あったね。どっちあっちか、あっちとあっちか。あっちは多分回してるよね。うわー、ナイス。ありがとうございます。うん、通電できましたね。全員逃げることができるかもしれません。まあ気は許せないですけど、このような状態にしたくないです。それでは聞いてください、鈴木雅之さんの名曲です。違う、そうじゃない。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。ありがとうございます。お前自分でかぶせんのか。まあ自分でかぶせるんだったら別に任意でいいけどね。他の人がかぶせられるとちょっと気まずいけど、これ大丈夫かな。あの人大丈夫かな。あの人担がれるよね。出るか出るか出るか。ああ、アザスカット、ありがとうございますか。でも、うん、アドさんが私の配信での出来事をお話ししてくれまして、うん、ご本人に話す勇気をくれました。うん、ね、ありがとうございます。だけど俺ツイッターでそれ見ましたよ。ナイスよ風花。やっぱそういうのはちゃんとやんないとね。お前ちょっと思ってたんだけどね。よかったね、本当に本当よかったよ。アドさん、持ちかれ。あ、パピコ GG ありがとうございます。対戦ありがとうございました。ワイハパピコはもうメイン押しよ。サブ押しの話してるから今。サブ押し。うん。うん、パピタン。うん。サタンさん、彼氏メンスンの本巻きっしょいて。なんだよ。配信上では気持ちよくさせてくれよ。別にリアルでって言ってねえじゃん。あははは。じゃあ。もうリアルとは言ってねえじゃんかよ。一言も言ってねえぞ、俺。悔しいな。一言も言ってねえぞ、マジで。ちょっと夢ぐらい持たせてくれよ、俺にも。ふぅ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 。カニバルさんか。あ、URL 今ちょっと引きましたね。
これ多分グミザルさんに渡した猿の鳴き声と似てますね。うんうんうん、リッチャーマンズさん、うん、配信上では皆永見さんの一番になるために忍びを削るんですね。わかりました。ミザルさん、合わせてと会わないから抜くの俳優してみたいな言い方やめな。お前表現もうちょっと抑えろよ。ミザルさん、わらわら。お前、グミザルは。ええやろ。ええやろ、サタンさん、ネットだけの関係が関係ね。と言いながら関係性を曖昧にしながらエンジェルが悩んだ時につけようとする。通称、としたん。話いそうだな、それそれいそうだな、マジでちょっとそれマジで例えがリアルだな、それやばいな、これ気軽にネット上でも彼氏って言えないな、これリアルだな、リアルでいそうだね、何でも相談聞くよって言ってこれ何でも相談聞くよって言って、会うことないと思うけど、あったらやばいな、みたいなこと言うのやめない。やばいなこれ。あ、そういう、そう言って距離を詰めていくのか。怖いな。大人って怖いな。大人って怖いよ。相談乗るよ。鳥も静かなところに行こっか。ね、言いそうだね。ミサルさん、うん、何がやばいの？お前のは黙。知ってる。知ってる。バミヤンは。だ。最低です。あんだよ。俺何も言ってねえだろ。あ、こっち来れか、こっち来れか、あ、来た、こっち来る。準備してねえわ、もうじゃあもう相談事と乗られねえわ、まあ、相談されたこともないけどね、風化に。こっち来い、こっち来い、オッケー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 、今よしサタンさん、動揺してうろちょろするのやめろよ、笑。悔しいな。お金で解決しようとしないで。お金は言ってねえだろ。まあ絶対足りないで分かってたけどな。嘘でしょ。いや距離足りないのは分かってた。あれはダメ元だから、あれダメ元だから、多分野良の人も勇気をもらえたと思う、俺から。あ、助けようとしてる人がいるんだって、多分そうだと思う、勇気をもらえたと思う。ちょっともうネット上で風化の彼氏面はちょっとまずいな、できねえな、うまく。これにはエンティティも苦笑い。そうそうそう、感動してると思うよ、俺を助けてくれて。え、タイミングだったの今の。タイミングが問題だったの。これ、ダメだ。もう今行かないと無理。絶対無理。ほっとけね。ほっとけね。あいつをほっとけね。行ってる行ってる行ってる。誰か行ってる。待て、俺に任せろ。俺に任せろ。うまいうまいうまい。待て。これ地獄みたいな。地獄。地獄エースなんだけど。これどうしよう。待って、ロッカー入っときゃよかった。やば、マジでマジでもう無理だって、マジ無理だって。ナイス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 で、俺が前にいる、俺が前にいる、俺追いかけたくなる。あ、ちょ、これダメか、ダメか。一応固有の発電機回そう、エヴァルチ回そう、ちょっと2台目回してプレッシャー与えよう、プレッシャー。もう回してる。待てこれは無理、全然ガン無視するんだけど俺のこと。嘘やろ。よしよし、パピレーパピレーなんか言ったろ、パピレー。もう我慢できねえ、風化ほんとけねえよ。お前そんなこと言ってねえだろ、お前。おい、やめろよ、マジで。パピレがね、なんかね、下げてくんだよね、俺を。この、好感度上げたいのに下げてくんだよね。特に女性周りの、女性周りの好感度をガツガツ下げてくんだよね。こっち、これどうしよう。どこ？どっち？グミザルさん、待って、これ私にも言ってたじゃん。言ってねえよ、お前。またその振りやめろよ、マジで。大丈夫？大丈夫？大丈夫だよね？大丈夫だよね？大丈夫大丈夫。サタンさん、アジテアンから見つかれてきないよ。オッケー、オッケー。頼む、逃げてくれ。オッケー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 。知ってねえよ、お前。グミザルやめろ、マジで。マジで、お前被害者分だ、やめろよ、マジで。ケバブされた、嘘だろ。
嘘だろ、ちょ嘘だろ、嘘だろ今の、ちょちょちょ、嘘だろ、何からついでてケバブされたんだけど今ちょっと出かけてくるねみたいな感じで靴を履く感覚でケバブされたような感じの、自然な流れだったよね、靴下を履くかのようなケバブだったわマジで。ありがとう。きっしょい、きっしょくはねえよ、待って。カニワル、俺を愛してくれ。俺を愛してくれ。あ、来た。ミスト、どんなフィジオトゥルトゥルトゥ。ジン、ジン、ジンギスカン。ヘライタ、ホーライタ、ヘライタ、今はだ。ジン、ジン、ジンギスカン。オープレ、ソープレ、ノープレ、今まで ラストをかほれ。グネビズリアハハハハ We never could create to feel a new ありがとうございます。ナガミー It's not gonna be the all ジン、ジン、ジンギスカンジンギスカン、オブレソブレヨブレ、今はいらラスオカホレ、今せまもれ、ディナルフィレヌ、ウィナルスドコラフィレヌ、ジンジンジンギスカン。ジンギスカンオブレソブレソブレ、今はラストオカホレ、 This is the hole 運でトイフクリトゥフィレヌ。ありがとうございます。ありがとうございます。くっそくっそ、絶対うまくいくと思ったんだけどな。やっぱなんかね、あれだよ、おかしいよストライクの。はい、ありがとう、いい子です。まあまあ LINE の方が俺返信早い方だけどね。だけどさすがにそれは言わないわ、さすがに言わねえわ、さすがにそれは言わねえわ。エンジェルさん、うん、みんな面白くて悲しい気持ちだったけど笑ってます。エンジェル、エンジェル、エンジェル、エンジェルや。俺だけどあれですよ。あ、ちょ待って、拾われた。箱拾われた。ちょ待って。よしよし、オッケー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 。逃げよう逃げよう。あ、ミスったミスった。いやダメ、最強ポジションがある。最強ポジション。え、何これ。え、全然ダメじゃん。何これ。あ、そっちか。いった、いった。フランクリン？フランクリンだと？マジで？あ、ガコンってなったよ。待って、お願い、やるから今。たー、マジでオブゼで第一ブラビットやぞ。一番大切なチャンス逃したじゃねえかよ。悔しいな。たー、マジで。くそ。マジもう少しだった。やめろパピコ、マジで、マジで、その狙うとか抜きで仲良くなるきっかけを勇気が出るか。パピコマジでやめろ、仲良くなるきっかけをなくすじゃんかよ。下心なしの仲良くなるきっかけがなくなるから、俺がそれ言うと下心あるって思われるじゃん。そんなことないから、本当に親切心だから、本当にやめろよ。じゃあ、うん、サタンさん、この印ちなみにパピコ経験談だろ。あ、俺そういえばさ、パピコとさ、エンジェルさん、経験談なのわらわら、ね、井上はじめさん、ね、サタン、一番怖いよ。俺さ、パピコとさ、連絡取り合うようになったのね。確かパピコに配信設定聞かれて、ここのサイトでこうやればできるよって言って、でパピコが分かったとか言って、まあ、分かんなかったら別になんかディスコで通話でできるよって言ったら、パピコがね、あのね、鉄壁の防御を見せたのよ。なんか
私は通話しませんみたいな。俺内心怖って思ったもん。確かそれ言ったんだよパピコが、私は通話しませんみたいな。怖って思って怖ってもうなんか気軽に通話するって使っちゃいけないのかなとか思って、俺距離感間違えてんのかなって。そう、本当怖かったもん。俺なんか間違ったこと言ったのかなって一瞬思ったもん。もうあれ以来もうダメだわ。もう気軽に通話ができなくなったわ。本当に。もう怖いわ、本当に。もう鉄壁の防御だったからね。ベルリンよ、あいつ。そう。そう。もうパピコじゃなくてベルリンでいいよ。もうベルリンの壁よ、パピコは。鉄壁の防御してるからね。本当に。まあだけど気軽に雑談しながらゲームするの好きなんでね。うん、エンジェルさん、うん、パピネの壁。そう、パピネの壁よ。本当に怖だからね。うん、うん。井上はじめさん、うん、おじさくさ女の子を強くしてる。ね、確かに強くしてると思いますよ。だけどそれぐらい警戒心持った方がいいのは確かだと思いますからね。もうそこは全然否定しないですけどね。そんな目にあって防御力高くなるのはいいことですからね。オフ、オフ。もうこっち来るかな。ナイス、ナイス、ありがとうございます。まあパピコはいい子ですからね、ほんとに。うん、うん、出会い中、やっぱ男の人、ネットの男の人出会い中多いですよね、ほんとに。まあ恋心抱くのも分からなくもないですけどね、気持ちは。まあでも無理やりは良くないですからね。来るかな、こっち。あ、来るか、来るか、来るが、なんかやっとるわ。ちょっと歩いて、よっと、完璧よね。うん、サタンさん、うん、こっちとラロルっていうミント最低なゲーム出身やぞ、防御力はクッソ高えよ。そう、俺ダメでしたよ。俺今